闇の絵巻梶井元次郎最近東京を騒がした有名な強盗が捕まって語ったところによると彼は何も見えない闇の中でも一本の棒さえあれば何里でも走ることができるというその棒を体の前へ突き出し突き出しして畑でも何でもめくらめっぽうに走るのだそうである 私はこの記事を新聞で読んだとき、そぞろに爽快な旋律を禁じることができなかった。闇。その中では我々は何を見ることもできない。より深い暗黒がいつも絶えない波動で刻々と周囲に迫ってくる。こんな中では思考することさえできない。何があるかわからないところへ、 どうして踏み込んで行くことができよう。もちろん我々はすり足でもして進むほかはないだろう。しかしそれは苦渋や不安や恐怖の感情でいっぱいになった一歩だ。その一歩を完全と踏み出すためには我々は悪魔を呼ばなければならないだろう。裸足であざみを踏んづける。その 絶望への情熱がなくてはならないのである闇の中ではしかしもし我々がそうした意志を捨ててしまうなら何という深い安堵が我々を包んでくれるだろうこの感情を思い浮かべるためには我々が都会で経験する停電を思い出してみればいい停電して部屋が真っ暗になってしまうと我々は最初 何とも言えない不快な気持ちになるしかしちょっと気を変えてのんきでいてやれと思うと同時にその暗闇は伝統の下では味わうことのできない爽やかな安息に変化してしまう深い闇の中で味わうこの安息は一体何を意味しているのだろう今は誰の目からも隠れてしまった今はま 巨大な闇と一女になってしまった。それがこの感情なのだろうか。私は長い間、ある山間の療養地に暮らしていた。私はそこで闇を愛することを覚えた。昼間は、金魚のうさぎが遊んでいるように見える谷向こうの枯れかや山が、夜になると黒々とした磯譜に変わった。 昼間気のつかなかった樹木が異形な姿を空に表した夜の外出にはちょを持って行かなければならない月夜というものはちょのいらない夜ということを意味するのだこうした発見は都会から不意に山間へ行ったものの闇を知る第一海底である私は好んで闇の中へ出かけた 谷際の大きなシーの木の下に立って、遠い街道の孤独の伝統を眺めた。深い闇の中から、遠い小さな光を眺めるほど、感傷的なものはないだろう。私は、その光がはるばるやってきて、闇の中の私の着物をほのかに染めているのを知った。またあるところでは、谷の闇へ向かって、 一に石を投げた闇の中には一本のゆずの木があったのである石が葉を分けてカツカツと崖へ当たったひとしきりすると闇の中からは猛烈なゆずのにおいが立ち上ってきたこうしたことは療養地の身をかむような孤独と切り離せるものではない ある時は、岬の港町へ行く自動車に乗って、わざと白母の峠へ私自身を遺棄された。深い渓谷が闇の中へ沈むのを見た。夜が吹けてくるに従って、黒い山々の尾根が古い地球の骨のように見えてきた。彼らは、私のいるのも知らないで話し出した。 おい、いつまで俺たちはこんなことをしていなきゃならないんだ。私はその療養地の一本の闇の街道を今も新しい印象で思い出す。それは谷の下流にあった一軒の旅館から上流の私の旅館まで帰ってくる道であった。谷に沿って道は少し上りになっている。 三四兆もあったであろうか。その間には、ごく稀にしか電灯がついていなかった。今でもその数が数えられるように思うくらいだ。最初の電灯は、旅館から街道へ出たところにあった。夏は、それに虫がたくさん集まってきていた。一匹の青ガエルが、いつもそこにいた。電灯の真下の電柱に、 いつもぴったりと身をつけているのである。しばらく見ていると、そのアオガエルは決まったように後足を変な風に曲げて背中をかくまねをした。電灯から落ちてくる小虫がひっつくのかもしれない。いかにもうるさそうにそれをやるのである。私はよくそれを眺めて立ち止まっていた。いつも夜更けで、 いかにも静かな眺めであったしばらく行くと橋があるその上に立って谷の上流の方を眺めると黒々とした山が空の正面に立ち塞がっていたその中腹に一個の電灯がついていてその光が何となしに恐怖を呼び起こしたバーンとシンバルをたたいたような感じである 私はその橋を渡るたびに私の目がいつもなんとなくそれを見るのを避けたがるのを感じていた。下流の方を眺めると谷が背をなしてゴーゴーと激していた。背の色は闇の中でも白い。それはまた尻尾のように細くなって下流の闇の中へ消えてゆくのである。谷の岸には 杉林の中に炭焼き小屋があって白い煙が切り立った山の闇を這いのぼっていたその煙は時として街道の上へ重苦しく流れてきただから街道は日によってはそのやに臭い匂いやまた日によっては馬力の通った昼間の匂いを残していたりするのだった橋を渡ると 道は谷に沿って登ってゆく。左は谷の崖、右は山の崖、行く手に白い電統がついている。それはある旅館の裏門で、それまでのまっすぐな道である。この闇の中では何も考えない。それは行く手の白い電統と道のほんのわずかの勾配のためである。これは、 肉体に課せられた仕事を意味している目指す白い伝統のところまで行き着くといつも私は息切れがして往来の上で立ち止まった呼吸困難これはじっとしていなければいけないのである用事もないのに夜更けの道に立ってぼんやり畑を眺めているような風をしているしばらくすると また歩き出す。街道はそこから右へ曲がっている谷沿いに大きなシイの木があるその木の闇は至って巨大だその下に立って見上げると深い大きな洞窟のように見えるフクロウの声がその奥にしていることがある道の傍らには小さなあざがあって そこからさしてくる光が道の上に押しかぶさった竹やぶを白く光らせている竹というものは樹木の中で最も光に感じやすい山の中のところどころに群れたっている竹やぶ彼らは闇の中でもそのありかをほのじろく光らせるそこを過ぎると 道は切り立った崖を曲がって突如広々とした展望の中へ出る。眼界というものがこうも人の心を変えてしまうものだろうか。そこへ来ると私はいつも今が今まで私の心を占めていた煮えきらない考えを奮い落としてしまったように感じるのだ。私の心には新しい決意が生まれてくる。ひそやかな情熱が 静かに私を満たしてくる。この闇の風景は単純な力強い構成を持っている。左手には谷の向こうを夜空を区切って爬虫の背のような尾根が延々と張っている。黒々とした杉林がパノラマのようにめぐって私の行く手を深い闇で包んでしまっている。その前景の中へ 右手からも杉山が傾きかかるこの山に沿って街道が行く行く手はいかんともすることのできない闇であるこの闇へ達するまでの距離は100メートル余りもあろうかその途中にたった一軒だけ人家があって楓のような木が幻想のように光を浴びている大きな闇の風景の中で ただそこだけがこんもり明るい街道もその前では少し明るくなっているしかし前方の闇はそのためになお一層暗くなり街道を飲み込んでしまうある夜のこと私は私の前を私と同じようにちょうちんなしで歩いていく一人の男があるのに気がついた それは突然、その家の前の明るみの中へ姿を現したのだった。男は、明るみを背にして、だんだん闇の中へ入っていってしまった。私はそれを、一種異様な感動をもって眺めていた。それは、あらわに言ってみれば、自分もしばらくすれば、あの男のように闇の中へ消えてゆくのだ。 誰かがここに立って見ていれば、やはりあんなふうに消えてゆくのであろう、という感動なのであったが、消えてゆく男の姿は、そんなにも感情的であった。その家の前を過ぎると、道は谷に沿った杉林に差しかかる。右手は切り立った崖である。それが闇の中である。なんという暗い道だろう。 そこは月夜でも暗い。歩くに従って暗さが増してゆく。不安が高まってくる。それがある極点にまで達しようとするとき、突如、ゴーッという音が足元から起こる。それは杉林の切れ目だ。ちょうど真下に当たる背の音が、にわかにその切れ目から押し寄せてくるのだ。その音は凄まじい。 気持ちにはある混乱が起こってくる。大工とか左官とか、そういった連中が谷の中で不可思議な酒盛りをしていて、その高笑いがわっはっはわっはっはと聞こえてくるような気のすることがある。心がねじ切れそうになる。するとその途端、道の行く手に、パッと一個の電灯が見える。闇はそこで終わったのだ。 もうそこからは私の部屋は近い。伝統の見えるところが崖の曲がり角で、そこを曲がればすぐ私の旅館だ。伝統を見ながら行く道は心安い。私は最後の安堵とともにその道を歩いて行く。しかし、霧の夜がある。霧に霞んでしまって伝統が遠くに見える。 言っても言ってもそこまで行きつけないような不思議な気持ちになるのだ。いつもの安堵が消えてしまう。遠い遠い気持ちになる。闇の風景はいつ見ても変わらない。私はこの道を何度ということなく歩いた。いつも同じ空想を繰り返した。 印象が心に刻みつけられてしまった。街道の闇、闇よりも濃い樹木の闇の姿は、今も私の目に残っている。それを思い浮かべるたびに、私は、今いる都会のどこへ行っても、伝統の光の流れている夜を、薄っ汚く思わないではいられないのである。